6月22日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。驚きましてね、はい、今日日本放送にやってきて、いつものようにこのスタジオ出てすぐのところにある丸テーブルで、積んである新聞を、まあ、全部読もうかと思ったら、その横にですね、はい、珍しいことにスポーツ新聞が一つ置いてありまして、あら、スポーツ報知だわ。時々デイリーが置いてある。まあ、時々デイリーが置いてあるのは多分、阪神情報が他より詳しいんで、はい、まあ、そういう配慮のもとでデイリーを置いてくれてる人もいるんだろうなと思うんですが、今日は報知新聞が、スポーツ報知が置いてありまして、珍しいな。なんだ俺に巨人情報を勉強しろっていうのかなと思ったら、カラー写真のでかいのが載っておりまして。あら、そうですか。あら、そうですか、じゃねえよ。増山さん、どうしたんですか、これ。いや、ちょっと、行きづらい。今日のスポーツ報知の17面です。はい、増山さやかアナの本音を聞かせる。はい、明石家さんまさん命名、半世紀ちゃん、年を重ねることも面白くなってきた。はい、リスナーとの距離感大事、アシスタントは相手の呼吸に全集中ということで、そうそう、でかいインタビュー記事だな、これ。ほぼほぼ1ページ全部松山さやかさんで埋まってるという、ね、その下に放置釣り速報ってのがちらっとありますね。基本はこのページ松山さやかさんがほぼほぼパッと見中条あやみかと思うようなサイズで、いや、写真のサイズですよ、サイズですね、サイズですね、写真のサイズですよ大きさね、写真のサイズが中条あやみのインタビューのようなそういう大きさだと、そういうことが言いたいわけですが、どうしたんですか、これ。スポーツ報知さんからね、こう、取材の依頼を受けまして、いや、私なんて別に話すこともないし、特筆すべきこともないし、特化するところもありませんし、というふうにおっしゃったじゃない、言ったんですけれども、まあ、丁寧にね、書いていただきまして。家族、1999年に、結婚1999年なんですか。そうですね。ああ、そうか、1999年中だって、私の感覚だとついこの間って感じなんですが、もう数えてみれば23年も前なんですね。そうですよ、そうですよ。ああ、結婚されて23年ですか、うん、1999年に構成作家松岡昇さんと結婚、2001年に長女を出産、産休を経て復帰、いろいろな人の協力のおかげです。夫には授乳以外は全部一緒にやってもらった感じがあります。私より夫の方が母性があります。そこですか。面白い。その他、詳細に増山さやかアナウンサーの生まれと経歴だのですね、学生時代の思い出だのいっぱい書いてありますね。改めてこう振り返ると、これは増山さやかさんファンの皆さんはとりあえず永久保存版でお買いになった方がいいと思います。でもよければ、はい、スポーツ報知買っていただいてね、はい、スポーツ報知、今日の、6月22日の日付になってますから、今日ですか、今日、そうですね、はい、今日ですか、今日は店頭に行くとこれがまだ買えますね。スポーツ紙は夕刊がありませんから、夕方になっても多分買えるはずです。はい、だからとりあえず夕刊富士と一緒にスポーツ報知も買うと。でスポーツ報知の17面の顔写真じゃねえや、カラー写真は保存版にしてできることなら切り取って額に入れて玄関に前掛けとして飾っていただく。前掛けはいいですよ。威力ありますから、さっとご覧になってください。どうせならついでにですね、うん、今日は帰りにトースポも買ってください。トースポ。はい。東京スポーツ。だから今日は夕刊富士とトースポと、うん、スポーツ報知と3つセットで買っていただくと。トースポは、はい、お願いします。トースポですね、うん、どうやら私まだ現物手に取って見てないんですけど、はい、裏一面にカラーで私のインタビューがデカデカと、ほぼほぼ中条あやみサイズで出ているというちょっと噂がありますので、あら、そちらの方が大切じゃないですか。それも単に噂なんでね、私現物確認してないんで、そういう情報があるというだけで本当にそうかどうか分かりませんが、もういいです、ね、わざわざ確認しに行かなくて大丈夫ですから。はい、これはトースポそう簡単に手に入らないでしょ。はい、と思います。直ちに持ってくる、そんなことができるんですか。さすが放送局ですね。放送局ですか。何でもありますね。
ね、スタッフみんな行っちゃいましたよ、東スポさんが。大丈夫ですか、一人もいなくなって、スタジオ前に誰もいなくなっちゃったんですけど、大丈夫ですかね。辛坊さんを見過ごしちゃいけませんよ、これは。東スポ、あったあの遥か彼方で、ここすごいですね。あの放送局すごいなと思うのは、テレビ局よりずっとあのガラス比率が高くて素通しがあの良くてですね、このスタジオにいながらここのフロア全体が見渡せるという、ね、そういう状況になってますが、はい、出てますか。ちょっと出てますか。見せてください。ほーら、中条あやみが巨大な、あ、中条あやみの脇に辛坊治郎が違うんですよ。この中条あやみはですね、よく読んでいただければわかりますが、実は中条あやみと本田翼と私も暴露されたいなぁで私の記事なんです。そういうことなんですか。ちょっと待って、これ放送の裏一面見て中条あやみと本田翼の記事が出てると思って買った方ですね、あのよく見出し読んでください。実は中条あやみと本田翼と私もガーシーさんに暴露されたいなぁと私が言ってる記事なんです。この記事すごい、すげえな、嘘紛らわしい大広告みたいになっちゃった。私、まあ要するに、なんで今日のタイミングかというと、参議院選挙でなんか喋ってくれって言われたんで、東スポさん、私ちょっとだけ義理がありましてですね、なんで東スポさんなんだというと、東スポと兄弟市というか、大阪に大スポっていうのがあって、東スポ大スポというのが基本同じ会社がやってます。で、この東スポ大スポに私がどう義理があるかというと、過去を遡って2013年のヨット事故というのがあるわけですよ。2013年にヨット事故というのがありまして、2013年だったかな、もう2013年だと7、8、9年になるんだ、そんな昔の出来事か。だからもう最近知らない人も随分増えてると思いますが、2013年に私、目の見えない岩本光弘さんという方と一緒に太平洋に乗り出して、私は忘れもしません、6月の16日に出航して、6月21日の明け方にマッコウクジラに船が激突してですね、船が真っ二つに割れてって、嘘ですよ目撃したわけではありません。ただまあ何か大きな亀裂が入ったんだと思いますが、嵐の海で浸水が始まって、で命からがら脱出して最終的に海上自衛隊に救助してもらうという出来事があったんですが、この時に各メディアが嘘書き倒したんですよ。一番デマには いろんな種類があったんですが、一番代表的なデマはですね、なんかあの某テレビ局の24時間テレビの関連イベントで目の見えない人に無茶させたみたいな、そういう記事があったんですが、これ完全なデマで、もともと岩本光弘さんという目の見えない方が、太平洋談話やりたいんだけど誰か一緒に行ってくんないかなって話になって、ね、最終的私のところに話が持ってこまれて、じゃあまあ行きましょうかって言うんで、私が逆にテレビ局に話を持って行って、ちょっとさ、あれ行っちゃうからって言ったら、ちょっと待ってって言われて、まあ、あの局に引き止められる形で、だったらまあテレビ番組にしましょうかみたいな話で、後からテレビ局が乗っかった話で、24時間テレビとか何の関係もないんだけども、当時の新聞だの週刊誌だの、もう とにかく嘘しか書かない週刊嘘くそ文春をはじめとしてですね、本当に嘘しか書かなかったんだけど、唯一東スポ大スポだけが私の証言をそのまま使ってくれて本当のことを書いたんですよ。東スポ大スポは日本のメディアで一番信用ができるんです。辛坊さん信頼しちゃいますよね、それね。それで、まあ、東スポ大スポからインタビューの申し込みがあると、はいはい、いいですよって言って、もうあの、8年前、9年前の義理がありますから、それでまあ、今回も、参議院選挙の見立てについて喋ってほしいっていう、そういう依頼だったんですよ。参議院選挙のね、見立てについて今日は公示日なんで、今日の記事にしますから、あ、わかりました。じゃあ参議院選挙で、あーたらこうたら喋ったら、見出しが、本田翼と暴露されたい、中条あやみと暴露されたい、写真がある中条あやみさんの顔がドーンたって、その脇で辛坊さんがね、はい、先ほどあのスポーツ報知の増山さやかさんの記事を紹介するに際して、なんだか新聞の中条あやみインタビューみたいな記事だなと申し上げたのは、その伏線でございました。そういうことだったんですね。
まあ、いろいろ考えながら喋ってるでしょ。いや、もう素晴らしい構成ができてますね。さすがです。先読みしてますよ。まあ、それ偶然なんですけどね。喋りながら考えたんですけど。まあ、いいです。はい。そんなこんなでございまして。結論は、ラジオを聞きになってる、サラリーマン OL の皆さん、はい。ちょっと3つ買うとそこそこお金はかかりますけれども、今日はまあ保存版ということで、会社帰りに夕刊富士と、スポーツ報知と、それから、東京スポーツ、関西方面の方は大スポを、大阪スポーツをお買い求めいただいて、家路についていただくということで、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それで晩飯一食抜いても、やっぱりね、知識という、人間が生きていくための大変素晴らしい栄養が、栄養が、さあ先に進みましょう、はい、2人してスポーツ紙にお世話になったということで、はい、今日は株と為替の値動きいつものようにお伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価は反落しました。昨日と比べて96円76銭安い 26,149 円55銭で取引を終えました。昨日の終わり値を挟んで揉み合う展開となりました。朝方、円安の進行とアメリカ株式市場の上昇を好感した買いが入りましたが、急激な利上げによるアメリカ景気の冷え込み懸念も根強く、相場の重荷となったようです。為替相場は現在1ドル136円35銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますとね、1円20銭ほど円安進んでいます。急に今日 円安になりましたね、まあ、昨日の夜ぐらいからの海外のマーケットの流れを受けてなんですが、136円台突入で、はい、そこでなんかちょっと安定した感じがありますが、これからどうなるんでしょうか、今朝方は一時1ドル136円後半まで、ね、値が下がりまして、およそ24年ぶりの円安ドル高水準更新しています。さあ、ズームそこまで言うか、今日はこの後、昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします。で、4時台には東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉悠さんをお迎えいたしまして、あさって6月24日で4ヶ月を迎えますロシアのウクライナ侵略の現状を分析していただきます。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのニュースに関するご意見お待ちしております。取り上げてほしいニュース、オープニングトークに関する感想などあれば送ってください。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日も5時26分頃お送りします。ズームオンミュージックリクエスト。お題はどうしましょう。はい、スポーツ報知の中条あやみさんサイズの松山さやかさんの写真を見た時に聞きたい曲。スポーツ報知の私の写真を見た時に聞きたい曲ってよろしいですか。はい、大丈夫です。はい、見てないという方はじゃあ想像してください。はい、想像で大丈夫です。はい、お願いします。はい、メールはzoom@1242.com でお待ちしておりますのでね、理由も添えてお送りください。さあ、この後は最新のニュースにズームします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは辛坊さん、どうしたんですか、何してんですか、ちゃんと進行してくださいよ。お話ししたいこと、松山さやかさん、アナウンス室長、何かありますか。いや何もしません。いいんですか。単にちょっとした業務連絡があるということを思い出しただけですから、私のことは気にしないでください。そう、堂々としすぎです。僕のことは気にしないで。ではまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。参議院選挙が今日公示され、来月7月10日の投開票に向けて18日間の選挙戦がスタートしました。選挙区比例代表合わせておよそ530人が立候補を予定しています。日本、アメリカ、韓国は今月下旬にスペインで開かれる NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に合わせて3カ国による首脳会談を開催する方向で調整に入りました。実現すれば2017年9月以来となります。
中国新疆ウイグル自治区からの輸入を原則禁止するアメリカの新しい法律、ウイグル強制労働防止法が21日施行されました。経団連は従業員500人以上の大企業105社の今年夏のボーナスについてのアンケートの一次集計を公表しました。従業員1人当たりの平均は92万9259円で、去年より 13% 余り増加しました。夏のボーナスが前の年を上回るのは4年ぶりです。韓国政府はソウル羽田間の航空路線を今月29日に再開すると発表しました。新型コロナの影響で2020年3月から運休していました。スペインオリンピック委員会は2030年冬季オリンピック・パラリンピックの招致を見送ると発表しました。共催を検討していたカタルーニャ州とアラゴン州の政府間で合意が得られませんでした。2030年大会は札幌市が招致を目指しているほか、アメリカのソルトレークシティやカナダのバンクーバーも関心を示しています。埼玉県川越市のインターネットカフェで昨夜、男が女性店員を人質に立てこもりました。警察はおよそ5時間半後に突入し、42歳の男を逮捕しました。男は10年前にも愛知県豊川市の信用金庫で立てこもり事件を起こして逮捕され、服役していたということです。はい、2030年東京オリンピック・パラリンピックの招致をスペインが見送ると、昔のように国威発揚のためにオリンピック・パラリンピックというと、もうこぞってみんなが手を挙げて奪い合うという状況ではだんだんなくなりつつありますね。で、やっぱり費用負担が非常に大きいので、財政力がかなり豊かでないとできない上に、環境に対する目線も非常に厳しくなって、新しく何か敷地を作るとか開発するということになると、環境問題というのがどこの国でも浮上するようになって、なかなかね、今後オリンピック開催地選びってのは難しくなると思いますよ。で、2030年大会も今札幌が招致を目指してますけれども、これも世論調査を取ると取り方によってバラバラで、少なくとも私の印象で札幌市が招致に一枚岩っていう感じはないですからね。日本で札幌のオリンピックが開かれた頃のちょっと雰囲気とはだいぶ変わってきてるよなっていう感じが、いたします。で、2030年の大会いつ決まるかというと、来年ね、IOC の総会が確かインドかなんかであるはずなんですよ、ムンバイかな。インドですよ、インドです。ちなみに私が小学校で習った時と地名がどんどん変わるんで、例えば今インドコルカタっていう街がありますか。いや、あれカルカッタだしっていう。確かにカルカッタで習いますね。そう、ボンベ、いや、それムンバイで、国の名前だってインドの東の方にある、ね、沖合にある島国があるんですが、ここ私子供の時はセイロン共和国だったんですよ、はい、今スリランカでしょ、スリランカでしょ、はい、それでインドの北側に西と東に、私小学校の時には西パキスタンと東パキスタンって言って2つパキスタンがあったんですよ、ところが東パキスタンがバングラディッシュっていう別の国になっちゃいましたから、別の国になっちゃいましたから、だから西パキスタンはただのパキスタンになって、国の名前がですね、もう一つは東南アジアでも、日本に距離の近いところで言うと代表的なところが、ミャンマーですよね。そうですね。ミャンマーで首都ラングーンだったんですよ。はい、で、今はミャンマーじゃなくて、ビルマ？違う。昔ビルマが今ミャンマーで、昔のラングーンがヤンゴンになってますから。はい。それで言うと、ムンバイ。正解です。今、情報が入りました。来年5月から6月にかけてインドのムンバイ。だから昔で言うところのボンベイです。
ですね、うん、ボンベイ、マドラス、ボンベイ、カルカッタって言ってあのインドの大都市がありますが、ムンバイどこの辺にあるかというと、インドの三角形が下に向かっての三角形の左の下の方の、うん、左の下の方ですね、はい、のはずです多分そうです、はい、地図見てください。もし間違っていたらインドの皆さんごめんなさいはい、そこで来年の5月から6月だから来年の夏前に決まるんですけど、じゃあ来年の夏前に札幌がどのぐらい一枚岩になって、で今、まあ、IOC ってすごい地元の世論って気にしてますから、うん、で札幌の世論調査で大多数がここでオリンピックやってほしいなということになったら相当有力な、はい、候補になるだろうと思います、うん、さっきの話で言うとね、夏のオリンピックですらそういう状況で、はい、冬のオリンピックはさらに条件がきついですからね、うん、どこでも開催できるわけじゃないですから。そうですよね。でもまあそのうちもしかするとね、中東のなんか日中の気温が40度になるような国あるじゃないですか、はい、ドバイだとかなんだとか、うん、去年直近のあのバンコク博が開かれたようなところはお金持ってますから、うん、全部ドームにして、ドームの中の全競技屋内冬季オリンピックを中東の金持ちの国でやるみたいなことも、現実問題としては、割とね、そんなに先の未来じゃなくてあり得るんじゃないかと。可能性としてはあるかも。と思います。さて、埼玉県川越市のインターネットカフェ、昨夜、男が女性店員を人質に立てこもったと。はい、警察は5時間半後に突入して42歳の男を逮捕した。で、この男なんですが、10年前にも愛知県豊川市の信用金庫で立てこもり事件を起こしていて、逮捕されて服役して、直近に釈放されて出てきて、その直後にまたやって、何なんだよお前って警察が取り調べたら、はい、いや、刑務所戻りたかったんすって、ふざけんなよっていう話なんだけれども、まあ、全員に誰でもが当てはまるとは言いませんけれども、はい、日本の刑務所の待遇はというか居心地は、人によったらそんなに悪いわけではないと、いうことで、でこれがねよく考えてると思いますよ。だからもう要するに刑務所に入りたいと、うん、刑務所に入りたいんだったら犯罪何でもいいかっていうと、軽い犯罪の場合には執行猶予ついちゃいますから目的果たせないわけですよ。確実に刑務所に長期間いられて、なおかつ、多分この男ってね、本気で人を傷つける気はないんだと思いますね。だから人を怪我さすとか殺すとか強盗するとかっていうそういう気はないんだ。単に刑務所に入りたいだけですから。そうして考えたときにですね、人質取って立てこもるっていうのは犯罪として極めて重いんです、はいはい、極めて重いんだけど、うん、人質取って立てこもってるだけだったら別にお金取るわけじゃないですし、傷つける、まあ、若干なんかそのプロセスによって怪我はさせてるみたいですけれども、うん、まあ人殺すわけでもないと、うん、いうことになると確実に長期間の刑務所入りが狙えるという、実によく考えてるんですが、日本でしかありえないです。というのが、はい、欧米でこれをやらかしたらどうなるかというと、はい、ほぼ間違いなく現場で射殺されます。あ、そうですか。はい。これがね、やっぱ日本でこの犯罪が成立するのは、日本以外では考えられないですね。で、日本って欧米と違って死刑、まあアメリカは州によりますけれども、まあ大きな流れで言うと、欧米に比べて日本って死刑が残ってるよねっていう目線がありますよね。うん、ところがヨーロッパなんか死刑廃止してる国でも、この手の犯罪やらかしたら、ほぼ間違いなく現場で射殺します。人質救、人質がいる場合はね、人質を救助するためには、特に刃物とか、まあ、欧米だと拳銃持ってるケースが多いですが、そうすると人質救出するために、警察は、まあ、ある意味そういう銃器を使って制圧するというのが当たり前で、死刑判決まで行って死刑が執行されるというのは、日本は先進国の中では非常に限られた国ですけれども、現実に現場の警察官に殺される人の数で言うと、日本より欧米の方がはるかに多いって実際の運用は。だから私このニュース聞いた瞬間に、ああ、日本でしか成立しないケースだなっていう素朴な印象を持ちます。思うつぼになってしまうのはなんとなくね、はい、あれですけれども。です。以上です。ズームフラッシュでした。6月22日水曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。さあ、メールが届きました。ありがとうございます。はい、クニーさんですね。へいへい。
買ったよ、最後の一部でした。もちろん夕刊フジも買いましたよ。どっちですか、どっちですかね。それはスポーツ報知でしょ。スポーツ報知か日刊スポーツか、どっちでしょうか。書いてないんですか。書いてないんです、どっちか謎、まあ、多分スポーツ報知でしょうね、はい、もしかしたら両方買っていただけたかも、ね、はい、それからありがとうございます。新さんかな、辛坊さんの写真より中条あやみさん本田翼さんの方が大きいっていう東京スポーツご覧になった方からね。そうなんです、これ結構笑えますよね、はい、これね、あの面白くもあります。これ中条あやみの話が載ってると思って買った人はひっくり返ってると思いますね。駅でつまずかないように一つお願いします、はい、まあ、でももしあの新聞をですよ、中条あやみさんがこう開いて、あら私だわ、私のこと誰が思ってくれてるのかしらっていう展開になるやもしれ、うん、あら知らないわ、誰か知らない。終わり、あれお会いしたいわ、ちゃんちゃん、あれこの間のね、うん、あの何たって18歳のそうですよ、岡崎由紀さんはね、辛坊さんのファンだって、そういうことも稀にありますからね。だからそれで言うとね、同じような経験がですね、うん、私あの今新ウルトラマンっていうのが流行ってますよね、はいはい、であのウルトラ旧ウルトラマンの時に、うん、アンヌ隊員という方がいらっしゃったんですよ、はいはい、うん、綺麗な女性隊員ですね、はい、あのアンヌ隊員をやっていた女優の方が、はい、私のツイッターに連絡をくれるというまさかの事態が遭遇してあってですね。なんでですか。それからツイッターでやり取りを、はい、何回かしましたけど、ね、新聞さんのファンだったんですか。いやどうもそんな雰囲気が なきにしもあらずみたいな。ちょっとモテちゃってる。いや入ったらどう本当にどうしし。いや満面の笑みです。いや違うだろう。本当に。でもほらアプローチし続けるっていうのは何事も大切ですからね。そうですね。はい、はい、それでは今田美桜ちゃん。ちょっとそこはな、あれちょっとそこはな、年齢差ちょっとそこはな、年齢差が、うん、あまあそうですね、まあそれはそうです、はい、まあ、頑張ってください。いや一遍見てみたいとは思いますけど ね可愛らしいですね、どんなもんか、はい、うん、今田美桜ちゃん、今田美桜さんね、はい、はい、女優さんね。なんで私今田美桜ちゃんそんなにこだわるかというと、はい、タクシー乗ると必ず目の前のモニターの宣伝に出てくるんですよ。なんだろうこのお姉ちゃん、なんか鍵の宣伝とかしてるんですけどね。でもドラマでもね大活躍ですよね。そのドラマ出てるのは知らないんですが、うん、私の中の今田美桜ちゃんは、うん、タクシー乗るとタクシーの助手席の背中のところにあるモニターの中に出てくる、うん、来て鍵の宣伝してる女の子っていう、うん、そういうイメージですけどね。あれはこう自分にだけ語りかけてくれてるような感じをね、錯覚を起こしますからね。いやもうまさに私なんかそう思ってますから、うん、はい、幸せですね。うしし、もういいですか。もういいです、はい、さあ、ラジオの前のあなたからのご意見で、ね、まだまだお待ちしております。メールは zoom@1242.com、ツイッターで感想もお寄せください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームオンミュージックリクエストのお題は、スポーツ報知の中条あやみさんサイズの増山さやかの写真を見たときに聞きたい曲とね、送ってください。理由も添えてお待ちしております。どんな曲が来るんだろう。そう、でもこれ想像もつかないです。あ、はい、多分ね、うん、あれが多いと思いますよ。増山さんっていうほら、あ、サム・スミスのね、サム・スミスね、増山さん結構来ると思うな。 あるかもしれないですね、はい。さ、そんなことよりこの後はですね、東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉悠さんをスタジオにお招きいたします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。ロシア次世代 ICBM を年内配備へ。ロシアのプーチン大統領は21日、モスクワの軍学校の卒業生らを前に演説を行いました。プーチン大統領は、我々の軍はもっと強くなると述べ、軍備の改良を進めて国防力を向上させていく決意を示しました。そして最新型の重量級大陸間弾道ミサイルサルマトを年内に実戦配備することも明らかにしました。さ、ということで専門家の方をお迎えしています。ロシアの軍事安全保障政策がご専門です。東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉悠さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。若いですね。
そうですか。なんか今まで何回かテレビでご一緒したことあるんですけど、はい、その時ってスーツ着てることもあって、はいはい、そこそこいい年の人かなと思ってたんですが、今日なんか白い T シャツになんか今日一段とお若く、なんだろう、髪型のせいかな、うん、でもまあシャツ姿だからですかね。普段研究してる時はこんな格好してるんですけど、 いずれにせよ小泉雄さん最近むっちゃいろんなとこ出てますよ ね、 ちょっとね、昨日の帰りに本屋寄ったら本屋にも小泉雄さんいっぱいだしテレビもいっぱいだし、ね、うん、新聞にもよく出てるし、あの人生で一番忙しいんじゃないですか。あの今本当にめちゃくちゃ忙しいですね。というのはやっぱりロシアがこれだけの戦争をやったことが初めてだったからと思うんですよ。まあ、あの今手元の資料だと40歳ということは、はい、だって40歳でしたよ。40歳ってさ、ソ連崩壊した時にまだ小学生か中学生ぐらいですよね。9歳ってことですよね、ソ連崩壊と。うわーい。それでね、今このプロフィール見てて、おいおいと思ったのは、子供の頃は図書館とプラモデル屋が居場所。まあ、ここはいいんですけど、その次の一行で、軍事評論家の江端健介さんの本を愛読って書いたんですよ。子供の頃。江端健介さんって私のイメージで言うと、髪型の面白い軍事評論家っていうことで、いや、私江端健介さんと一緒に仕事してた時代の人間だから、え、江端健介さんの本を子供の時読んでたっていうのがね、すげえ衝撃で。確かにかなり変わった小学生だったことは間違いないと思うんですけど、でもそのうちの田舎の図書館になぜか江端健介さんの本が何冊も入ってたんですよね。変わった図書館ですね。変わった図書館なんですよね。でもそれ見ながら、世の中にこうやって軍事のことを研究する人っているんだとか思ったのが多分きっかけだと思うんですよ。多分ね、後の別の愛読書はね、モデルアートっていうね、プラモデル専門誌があるんですけど、モデルアートと丸だったと思いますけどね。モデルアートと丸と中学生の時から軍事研究を言い始めて。完全にもう軍事オタクに真っ逆さまに転落していく中で、まあ最終的にこういうなりわいになったって感じですよね。でも、あの、このまさにその続きのプロフィールを読んでたら、はい、いきなりその、そういう方向に進まれたわけでもないらしいですね。まあそうですね。なんで、あの、まあ一応大学院で、に入ってそういう研究しようと思ったんですけど、はい、やっぱりこう、ちゃんとしたアカデミックな研究は私はどうしてもできなくて全然ダメで、で、まあ、しょうがないんで、じゃあサラリーマンやるかと思ってサラリーマンになったんですけど、これも全く私は実務能力がないということが判明して、全くダメだったんですよね。多分ね、やる気の問題だと思いますよ。だからしばらく実は私はニート期間があって、全く何もしてなかった期間とかあったんですけど、それからまたちょっとこう声かけてくれる方なんかもいて、なんかこんな研究とか、ちょっと資料翻訳するのとかやってみたらとか言われて、ちょっとずつこっちの方戻ってきたという感じなんですよね。で、モスクワ、ロシアにも行かれてるんでしょ？そうですね。1年半ぐらいですけど、あの住んでた時期もありますね。手元の資料が正しければ、その時ロシアの大学で日本語を学んでいた現在の奥様と知り合って、奥様ロシア人ですか？そうですね。あの家ではロシア語喋るんですか？いやいや、あの彼女の日本語の方がはるかにうまいので家では日本語喋ってますけども、あのちょうどねクレムリンの真向かいにあのアジアアフリカ諸国大学っていうのがあるんですよね。そこがその昔から日本語とか中国語の研究で、あの、教育で有名なところがあって。あの、クレムリンっていうのが、はい、まあ、あの、クレムリンですよ。クレムリンってね、あの、水かけるとね、怪物になっちゃうんですよ。それ、それクレムリンだろうか、そうですね。すいません。本当に。いや、クレムリン。突っ込んでいいのかどうか。クレムリンの、まあ、要するに、なんだろうな、例えて言うなら旧ソ連にとっての王宮みたいなもんですかね。うん、それで、その、ね、石畳の広大な広場が目の前にあって、その端っこのところにですね、これは皆さんも、あの、言ったらイメージが湧くと思いますけど、なんか緑とか赤とかの丸い渦巻き型のお菓子の家みたいな寺院が公園の隅っこにありますよね。聖ワシリ大寺院ですよね。っていうのが、もう、まあ、まさにクレムリンの象徴みたいなところがあって、うん、あそこの近所にいらっしゃった。そうですね。だからその赤の広場でいうと、その玉ねぎ屋根のカラフルな寺院のちょうど反対側のところに、はあ、そのイサアジアアフリカ諸国大学っていうのがあって、そこがうちの奥さんの母校なんですよね。嫌なことを嫌な表現で言いますけども、はいはい、旧ソ連時代のスパイ養成所みたいなもんじゃないですか。そういうふうにみんな言ってます。
そこのイサーの卒業生自身もみんな俺たちはスパイ大学出身って言ってますし、そうなんだ。それからまあそこのうちの奥さんじゃないですけど別の卒業生の思い出話ってめちゃくちゃ怖い日本語の先生がいて、あいつは絶対 KGB 出身だよっていうふうにみんなから言われてたとかですね。だからそこのところは多分言われても彼ら悪口と感じないですね。あ、そうだよっていうと思います。そうですね。まさに旧ソ連時代にエリート、うん、エリート中のエリートの行くところですもんね。だから外交官、しかも外交官は外務省が実は自分で大学持ってるんです、ロシアって、だから外交官が必要な外国語要員は自分たちで育ててるので、じゃあ残り何ですかっていうと、実はやっぱり最大の就職先は情報機関だったりとか。だって旧ソ連の KGB って100万人規模ですからね、人間って世界最大の情報機関だから、それはやっぱり情報、そこで働く人たちいろんなところをリクルートしてきたらそうなりますよね。それはそうですね。まあただ実は KGB って何でもやってたので、国境警備隊も KGB だし、核シェルター掘るのも KGB だし、そうなんだ、ありとあらゆることをやってるのをひっくるめて100万人なんですよね。でそのうちの第一総局っていうのがいわゆるスパイを送り込む場所で、まあ、プーチン大統領とか、まあ、彼の側近の人たちってのはかなりの割合がその第一総局でまあ外国にスパイをしていた。まあ、それは多分そんな100万もいないと思いますけど、でも多分普通の国の諜報機関では考えられないぐらいの数の外国語を習得したスパイたちを雇ってたはずですよね。いや、もうそれはね、旧ソ連におけるやっぱりエリート階級ですから、自由に海外行ける仕事なんかそうそうないですからね、旧ソ連時代ね。そのスパイになれば自由に海外行けて、まあ、うん、まあ、ポジションによったらお金も青天井に使えて、場合によったら人殺しても大丈夫みたいなところありますよね。そうですね。やっぱり KGB なんでいろんなところに潜入するらしいんですけど、潜入先でお給料もらうわけですよね、怪しまれないように。はあ、だけどその間も KGB のお給料って二重で困るらしいんですよ。でさらに工作資金とかも入る。やっぱ KGB の人たちはものすごくお金を持ってたことは確かみたいだし、でむしろ彼らが言うのは、まあ、と言って別に生の KGB の人会ったことないですけど、ソ連が崩壊した時に普通のロシア人は資本主義ってなんだか分かんなかったので、破滅するしかなかったけど、私たちは西側の国に行って資本主義ってどうやるのか知ったので、すぐ適応できたんだと。オリガルヒじゃねえや、なんとかっていう、中国の新興財閥のルーツをたどると、やっぱり KGB とどっかに接点があったりなんかする人たち多いってことですね。そうですよね。あと、まあ、それこそ、ファーウェイの社長、元人民解放軍だとか、そう、特殊な立場の人多いんじゃないですかね。で、ね、IT 産業で成功して、トップがカナダでと捕まった、会社ですよね。そうですね。はい。それはやっぱりソ連も同じで、みんなもそもそも、市場で価格が決まるとかそういうところから知らないので、そのレベルからものを知ってるかどうかで、その適用が全然違ったらそうでしょうね。なんだかんだ言いながら旧ソ連は共産主義体制が1917年かなんか革命から70年、革命から74年は持ったんですよね。74年ということは、その生まれて共産主義しか認識ないっていうか、その社会しか知らないっていう人が国民の大半っていうことですよね。だから本当のもう超高齢者だけロシア帝国だった頃のこと知ってるけどって感じなんで、みんなその全て計画された経済で生きていくことしか知らないんですよね。さあ、そんな、まあ、ロシア、現状ロシア、でも私のイメージで言うと、まあ、改革開放に舵を切ったゴルバチョフが出て、それからエリツィンが出て、ロシアってどんどん西側に近づいていくのかなと、なんとなく90年代思っていたら、今こうで、私の印象で言うと完全に先祖返りなんですが、ロシアってどうなっちゃってるんですか？いや、私も先祖返りというか、ここまで戻るのかってことがまずショックですね。私が住んでた頃のロシアってのはもちろん、まあ、情報機関いることはみんな知ってますし、マフィアみたいな怖い人たちもいたし、だからちょっとやっぱロシアは気をつけなきゃいけない国だぞとはみんな思ってましたけど、もう違うんだって思ってたんですよね。それいつ頃ですか？私住んだのは2009年から11年ぐらいですよね。なるほど。もうつまり10年以上前、で、まあ例えば検閲もあるけど中国なんかとは全然違うし、まして北朝鮮なんかと全然違いますよって言ったんですけど、やっぱりプーチンのこの22年の治世の後半になるとだんだん危ないんじゃないかって感じが出てきて、なんでそんなことになっちゃったんですかね。というのは、私思うのに、やっぱりソ連の人たちって、まあ、確かに共産主義しか知らなくって、それが当たり前だと思ってりゃ、
西側みたいな、でもウクライナの人とか旧東欧圏の人たちはなんだかんだ言いながらやっぱり西側というものに憧れを持ち、やっぱり旧ソ連の支配っていうのに恐怖感を感じ、あそこに戻ってはいけないっていう思いを持つ東ヨーロッパの人たちって、まあ旧ソ連圏だってラトビア、リトアニア、エストニアみたいなずっとソ連の一部だったんだけども、今独立国家で西側を目指している国があるじゃないですか。おそらくそういう国の国民の皆さんって自由であるとか民主主義であるとかっていうことに対してのこう非常に強い憧れみたいのがあると、うん、なんでロシアの人たちはそっちに行かなかったんですかね。まずロシアもそういう憧れというかそうならなきゃいけないって人たちいましたし、去年ノーベル平和賞がノーバヤガゼータって新聞のムラトフ編集長がもらいましたよね、はい、この間あのノーベル賞のメダルかなんかをあの売却して、そうそうそう、子供たちのためにウクライナ支援に当てるっていうニュースになりました、はい、それで頑張る人たちいるんですけど、同時にやっぱりプーチンという強いリーダーが現れてきて、はい、この強いリーダーはリーダーで好きなんですね、ロシア人って。やっぱりこう強い独裁的なリーダーがいると収まる、安心するみたいなところが、で、それもまあ最初の2期、8年ぐらいプーチンがやってる分に良かったと思うんですけど、プーチン辞めたがんなかったんですよね。つまりこう独裁者やっていろんな強権的なことやったんで、降りたが最後何されるか分かんねえっていう恐怖を多分プーチン自身が持ってて、だって、もう何やってもやめられない。数年前、なんかあの、いや、プーチン憲法改正したぞ、どうもなんかこのまんま、あの、やるつもりがなくて、降りるんじゃないのって、一時期話題になって、改正してみたら、うん、おいおい、終身固定かよ、みたいな話になったことありましたよね。そうなんです。それが去年の、おととしの7月なんですね。だからもうその時点で多分プーチン辞める気なかったと思うんですよ。で、そうすると、もう一生自分が大統領で居続けるために反対する奴はますます弾圧するし、で、今回、戦争始まっちゃったので、もうそれが完全にソ連時代に近いところまで戻っちゃった感じですね。もう情報空間が完全に統制されるとか、それからその、まあ政府に反対する人は、まあ前から同じようにこう弾圧されるんですけど、ちょっと前からこう、私の同業者みたいな、つまりこう軍事のことを見てる人たちなんかが突然よくわかんない容疑で引っ張られるとかですね。で、そのままこう、どこ行ったかわかんないみたいなことが起き始めたり、そういうのがあるからもう軍事専門家は、あんまり喋りたくないみたいな状況っていうのが起き始めているので、やっぱりだん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 ロシアがですね、もうなんだかんだソ連とは違いますとは、だんだん言えなくなってきたというのが、この数年で、この4ヶ月の戦争の中で、本当にもう完全にソ連戻っちゃったなという感じを持ってます、ね。よくわかんないのは、でもソ連崩壊した後、制度的に西側民主主義国と同じような制度になったんじゃない、なかったんですか。多分ですけど、まあ今ロシアの憲法って元が93年に作った憲法なんですが、93年憲法ってやっぱりこう共産主義からの脱却っていうのが最大テーマだと思うんですよね。だから憲法13条でロシアはいかなるイデオロギーに基づかないということを、まあ宣言すると、で一方でやっぱりこうソ連崩壊後で混乱したんで、はい、大統領に異常に強い権限を与えたんですよね。まあ当時エリツィンの時代ですね。そうですね。しかもエリツィンとまだこう共産党が強い議会とか対立したんで、なんかあったら大統領が全部議会をすっ飛ばしてバイパスできる仕組みが憲法の中にもともとあったんです。むしろ共産主義の復活を恐れて、それを阻止するために作られた憲法が、うん、まあプーチンの独裁体制を維持する役に立っちゃってるということですね。立っちゃってるというところが実際あるし、しかもその憲法をプーチンが一昨年7月にいじってるので、さっきご指摘のようにやろうと思ったら2036年までやれると。じゃあ2036年になってまだプーチン生きてたら退くのかって言ったら、いやその時はまた憲法変えるさっていうふうにロシア人はみんな言ってるわけですよね。さあ、今のウクライナ対ウクライナ侵略侵攻戦争、これどうなりますか。なかなか終わらないと思います。すでにまあ今年いっぱい終わらないだろうっていうのはほとんどみんなほぼ合意してると思いますし、来年いっぱいとか再来年まで続いても私は驚かないですね。というのは、ロシア軍、まあロシア軍事大国ってのはみんな知ってますけど、はい、実はウクライナって旧ソ連ではナンバー2の軍事力を持ってるんですよね。ナンバー1がロシアですか。まあ兵力90万、でウクライナ20万だったんですけど、戦争が始まってからその祖国防衛戦争なんで民間人をどんどん徴兵していて、今だいたい100万人だというふうにロシア国、ウクライナ国防省の高官が言ってます。最大兵力。そうですね。で、はい、でそれだけの兵力があるので火力とかでは圧倒的にロシアに負けてるんですけど、とりあえず軍隊の規模は大きいんでそんな簡単に負けないんですよ。はい。でロシアはロシアでやっぱりプーチン大統領の発言って見てると全然彼辞める気がなさそうなんですよね。そろそろもう落としどころみたいな雰囲気がどうもこう言葉から出てこないので、
とするとお互いまだ戦う意思があって戦う能力があれば、まあ、これは続いてしまうのだろうというのがまあ大方の見通しですし、私もそう思ってますね。どのタイミングでどういうふうにして終局を迎えます？ウクライナの目標は2月24日の開戦の段階まで戻すって話なんですよね。はははで、となるとクリミア半島と、ウクライナの東部の一部地域に関してはロシアが実質占拠している状況は認めるということですか？そうですね。そこは話し合いで解決すると、はい、だけど今回の戦争が始まったラインまでは戻すっていうのがウクライナのラインなので、多分これを達成するまではウクライナはやめる気ないと思うんですよね、はい、で一方でプーチンが戦争を始めるときに言ったのは、そもそも今のウクライナの政権が許しがたい連中なんだと、あれはネオナチだとか、実は核兵器を作ってるとか、はい、いろんなこと言いましたよね。だから外をなんていうかこうお互い全く停戦の目標が噛み合ってないんですよね、のでやっぱこれはどこかの段階でも軍事的に戦争をどっちかがもう到底続けられないというところに行くまではこれは止まらないんだと思います、うん、となるとまあウクライナが戦争を続けてられるのは西側の軍事支援のまあおかげというかせいなので、うん、そうですね、西側が軍事支援をやめた瞬間にウクライナはもうこれ万歳せざるを得ないと。結局のところじゃあ鍵を握ってるのは西側なのかっていう話ですよね。戦争が成立するために、政治目的と軍事力と国民の支持の3つがいるっていうのが、はい、クラウゼビッツの戦争論の中の主張なんですよね、でまあ、確かにその軍事力って部分に関しては西側からの支援ってのは相当大きいんですけど、やっぱり究極的にはウクライナ国民がこの戦争をどこまで耐え抜くかどうかという、まあ、なんか古臭い言葉ですけど精神力みたいな話の方が私は大きいのかなと思ってて、で現状やっぱりロシアがあまりにも理不尽な侵略やってるんで、割とウクライナ国民はふざけんじゃないぞと言って抗戦してるわけですよ、でなんでまあこれがやっぱりまずこのなんていうか国民の抵抗意志がどこまで持つのかなっていう部分で、そこにプラスやっぱりご指摘のように西側の軍事援助どのぐらい続くんだろうかってところなんですけど、どうもヨーロッパはちょっと疲れてきてるんですよね。援助疲れ。援助疲れ。ただ、アメリカの方は、はい、どうも見てると、バイデン大統領、議会の方が熱心なんですね。もう超党派で、ウクライナ支えるというコンセンサスができつつあって、なるほど。ちょっと過去見たことがないような規模の軍事援助を継続的にやってるので、まあ、これは、国民の意思とアメリカの軍事援助が持つ限り、私はウクライナは結構長期的に戦えるんじゃないのかなという感じがしてます。で、むしろ、ロシアの方が人間の損害すっごい増えてるんで、どこかでプーチンがもう総動員令ですと、もう皆さんの夫や息子を戦争に送らざるを得ないですって国民に切り出さざるを得ないと思うんですね、はい、その時が多分私は一個ターニングポイントになるんじゃないかと思ってですね。さてここからの質問はもしかすると答えにくい可能性がありますんで、それはスルーしていただいて構いませんが、はい、奥様ロシア人で、家でどんな会話が成立してるわけですか？いやーこれね本当に難しいですよね。やっぱり戦争始まってから本当に夫婦の会話が戦争ばっかりになっちゃったんですよ。で、まあやっぱり彼女もロシア人だからそのことを悩んでる部分もあるし、でもなんかロシアの立場だってあるんだって思いたいこともあるし、で、まあその一個一個はなんかね、その彼女の意見を勝手にここで言うことはできませんけど、それに対して僕もまあ、じゃあ日本人として言いたいこともあるし、いわゆる西側陣営の一員として言いたいこともあるし、それでまあ意外と盛り上がってることもあれば、時々喧嘩になる。その時に小泉家が崩壊するみたいなことは、いや幸いねうちはないですけど、よく聞くのはやっぱりこう割とそのソ連時代の偉大だった頃のロシアを懐かしんでる人たちが、はいはい、ウクライナもう一回取り戻すんだからいいじゃないかとか、プーチンの言うこと頭から信じてるお父さんお母さんがいて、でも若い世代とかその外国に住んでる人たちとかのは全然理解できないと言っても、家族内でそういう会話がもう成立しなくなっちゃって、もうお前とは絶交だみたいになっちゃう親子がいるとかって話を本当に聞きますよね。そういう話日本のメディアでも言われるんですけど、私実際にそうなっちゃった家族っていくつも知ってるんです。あらまあ。だからまあなんかどっちかっていうとこの日本人とロシア人のカップルの問題というのはこの世代間とかイデオロギー間で家族がズタズタになっちゃってるってことの方が多分いっぱい起きてるんじゃないですか。なるほどね。家での食事はボルシチとかですか？ボルシチもね出ることもあるんですけど、あれビーツがないと本格的な赤大根みたいなやつですね。そうなんですよ、はい、あれがなかなか手に入らないので、うちの奥さんすごくイワシが好きなので、イワシとかアジとか光り物が好きなので、我が家はよくアジフライとかが出ますからね。そうなんですか。
いや、ありがとうございました。ありがとうございました。小泉さんの新しいご著書がございますのでね、はい、PHP 研究所からロシア天秤街角から見るプーチン帝国の素顔、これ発売中ですので、なんかむっちゃ売れてるらしいですね、小泉さんの本。なんか、ね、もっとこうね、緩い本のつもりだったんですけど、戦争始まっちゃったんで意外に注目を集めてしまったという。あ、そうですか、はい、ということで、はい、もうテレビつけても新聞開いても本屋さんに行ってもお忙しいの小泉優さんに今日スタジオまで足を運んでいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。楽しゅうございました。ぜひまた、はい、ぜひぜひまたよろしくお願いします。6月22日水曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。さあ5時過ぎましたんで、ズームオンミュージックリクエストご紹介していきます。はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。頭ひねっていただきましたよ。今日のお題がスポーツ報知の中条あやみさんサイズの、増山の写真を見たときに聞きたい曲ですね。まず東京都の飯田くんさん、こっちに来てさんです。増山さんといえばこの曲しかありません。増山さんが印象的なね、辛坊さんが言っていたサム・スミスのマネー・オン・マイ・マインド。マネー・オン・マイ・マインドマネー・オン・マイ・マインドというのがなぜか増山さんに聞こえるという不思議ですよね、はい、空耳ね、はいはい、2年前にこの番組で一度かけてもらいましたが、久しぶりに聞きたいですということでね。それから長野県佐久市のうーちゃんさん、リクエスト曲は明石家さんまさんの真っ赤な嘘をお願いします。まあ、あの半世紀ちゃんと名付けた明石家さんまさんの歌が聞きたいです。あ、これあえて読みますが、タイトルは真っ赤な嘘ですが、新聞に載っている増山アナの美しさは本物だと思います。そうですね、ちょっとなんか薄いリアクションでね、はい、いやいや、なんか感じが悪いですね。あれ感じが悪いですか。ちょっとね、いや、そうですよねみたいな。それもそれで感じ悪いですね。あ、そうですね。木更津市のね、ラジオネームオランダ人さんだ、49歳。プリンセスプリンセスの M をお願いします。はあ、日本放送のプリンセス M さやか室長。ああ、なるほどね。なるほどなるほど。それから黒はんぺんフライには醤油さん、静岡県焼津市の方、小泉京子さんのなんてったってアイドルをリクエストします。はあ、自分でこのお題振ったんですから、なんかちゃんと回収してくださいね。いやいや、まあ、中条あやみさんにしろ増山さやかさんにしろ、まあ、アイドル、アイドル、うん、アイドルもいいですけど、千葉県市原市のラジオネームキララさん、天使のウィンク松田聖子さん。はあ、ちょっとこれね、記憶が私も定く、増山さん確か土屋レオさんとのラジオの時天使ちゃんのモノマネしてましたよね。え、うーん、してたっけな。え、ちょっとね、よく覚えてないな。あ、そうですか。はい、神奈川県のドレミさん、松田聖子さんのレモネードの夏をお願いします。なんか松田聖子さん大人気ですね。どうしてですか。ね、読みますよじゃあ、はい、いつまでも若々しくて綺麗な増山さんが大好きな曲だったと思います。なるほどね、はいはい、はいはい、ひどいですよね、はいはいはい、これで、ね、一番多かったんですって。ラジオネーム豊島区の6月の手は魔術師さん、オープニングトークを聞いてすぐにコンビニに駆け込み放置新聞買いました。ありがとうございます。ありがとうございます。増山さんはラジオ出演した娘さんの声がわからなかったようですが、私は増山さんの声ならばたとえひそひそ話でも当てられますということで、リクエスト曲が、はい、君はバラより美しいをお願いいたします。最多で11件いただきました。誰の曲だっけ。布施明さんですね。あ、こんなところで自分でテーマ決めたんですからね、この空気をちゃんとなんとかしてくださいね。はい、本日のズームオンミュージックリクエスト、布施明、君はバラより美しい。たくさんいただきましたんでね、お送りいたしますんで。何ですかその苦い笑い。いやいや、それだけど十何人もいらっしゃるとラジオネームだけ紹介するだけでも偉いことだなと思いますが、きっちり、いや、いただいた方の全お名前は読ませていただきます。はい、よろしくお願いいたします。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間受け付けております。で、明日木曜日ですので飯田浩司アナウンサー登場です。まあ、今日はね、辛坊さんは東京スポーツに乗りますし、いろいろ乗った話、飯田浩司君も何かに乗った。飯田さんがね、神奈川県全域、東京多摩地域の地域情報誌タウンニュースの横須賀版に取り上げられたということで。タウンニュース横須賀版。そう、これはね、港の陽子、横浜横須賀、はい、飯田さんが、湘南学院高校というところでね、進路指導の一環で、職業講話というのを行ったんですよ。
そうそうそう、結構なんかあのなんとか学習の時間っていうのができてからそういうところに呼ばれること私も増えましたね。そうですか。私も地元の小学校でうちの長男が通ってた小学校に講演に行ったことがあります。おお、はい、どんなお話するんですかそういう時は。いやだからうちの長男が小学校だからもう十何年も前だから完全に忘れました、うん、飯田さんはですね生放送の舞台裏などを番組さながらの軽妙な語り口で紹介したって書いてありますからね。へこれはそうですか、はい、明日深く聞いてみてください。さあ辛坊さんや飯田アナウンサーへの質問もお待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのメッセージをお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。食料の安定供給に関するリスク検証。農林水産省は昨日、食料の安定供給に関するリスク検証の報告書をまとめ、食料供給に占める輸入品の割合、カロリーベースを発表しました。2020年度の日本人1人の1日あたりの供給熱量は2269キロカロリーで、このうち国産が 37%、 外国産は 63% でした。国別ではアメリカ、カナダ、オーストラリア、ブラジルの上位4カ国で 48% に達しています。正直言うとですね、あ、農林水産省まだやってんのかっていう感じですね。このカロリーベース食料自給率とかなり、はい、あの数字が似てるんですが、まあ、基本的にそういうことですよ。我々が毎日食べてるもののどのくらいを国内で自給できているかっていう数字がいろいろあるんですけども、はい、これあの日本ぐらいですね、他の国でもないことはないんですけども、まあ、基本カロリーベースの食料自給率なんていう数字を出してるのはこれもう農林水産省が長年農業助成金をばらまくための、こんなに外国産に頼ってるんですよ、僕たちの食事は。これ危機的でしょ？もうちょっとやっぱり日本の農業を振興しないとダメじゃないですかっていうのの基礎データとして作られてるデータですから。で、私ね、いろいろ細かく検証したことがあるんですよ。はい。それで分かったのはですね、食料品の中で圧倒的にカロリーの高いのはなんだか知ってます？まあまあいろんなもの高いですよね。穀物なんかはもちろんかなりカロリー高いですが、うん、まあ多分ねグラムあたり単位重量あたりで圧倒的にカロリーの高い食品って油なんですよ。油っていうやつのカロリーものすごいんです、うん、だから私ね太平洋横断中に遭難用に油持ってってるんですよ。カロリーだけ補うんなら油が一番もうグラム数少なくてすっげーカロリー補えるんです。油のカロリーものすごいんですよ。それで油ってやつがほとんど国産できてないんです。国産の油って、まあ、若干はね、まあ、国産の菜種油とかごま油とかないことはないですが、うん、ほぼ高温油だとかね、うん、トウモロコシ絞った高温油であるとか、うん、はい、サラダ油なんかでもまあ国産のオリーブオイルなんかもまあありますけれども、湯や油全体に占める割合なんかもう国産なんか本当にちょっとしかなくて大半が輸入品で、これカロリーベースにしたら油だけでもすげえカロリーなんですよ。でも本質は何かっていうと、やっぱり日本が、まあ基本的にね、その発想自体が私はおかしいと思うんですよ。日本って基本輸入が止まったら、例えば石油の輸入が止まったら日本国って全くやっていけないわけですよ、うん、ね、原油が例えばある日突然ゼロになったと仮定しますね、うんうん、それってねよくこういう議論があるんです。いや例えば中国との貿易ってゼロになったって、中国の貿易は貿易全体の中に占める割合がこのぐらいだから、まあ、国内に影響を与える率はこのぐらいだみたいな数字って時々出てくることがあるんですが、はい、うん、そういう数字って全く当てにならないのは、例えば日本の総輸入額に対する、中東からの原油の輸入額って、うん、いやそんなに比率高くないんですよ、うん、ね、例えばまあ仮に何パーセントだったとしましょうよ、はい、だけどその何パーセントでもそれがゼロになったら日本は
たちまち立ち行かないんですよね。で、そうやって世の中全体が回ってるわけで、パーツパーツだけ取り上げても意味がないわけで、日本の食料、いや、危機が起きた時に日本国内で食料が自給できないのは危険だっていう、すぐそういう発想をするわけですけど、はい、そんなこと言ったら石油が止まった瞬間に日本は滅びますからね。そういうものはいっぱいあるんで、食料が全部止まったらっていう発想自体がそもそもおかしいんですよ。で、もしそれを仮想するにしても、はい、ね、例えば食料が日本国内で全部自給できたとしても、石油が入ってこなきゃ国内の流通が止まりますから、生産、ね、だからカロリーベースで日本国内で全部生産できてたとしても、うん、それが都市に住んでる人間のところに運ばれてくるかっていうと、運ばれてこないと意味がないわけですよ。そういう過程自体が実は本当は意味がないんだけども、あの政策立案者は自分の省庁に予算を回すためにこういう数字を作って国民を脅かしにかかるっていう典型的なケースですから、これは。それ以前に私やっぱりね、長年の農林水産省の政策で何が起きてるかっていうと、最大の問題はね、日本で一応電波たなんだけども、耕す人がいなくなって放置されてる電波たがどのぐらいの広さがあるかって言って、日本の休耕田ってやつですね。ついに日本の休耕田の面積は埼玉県と同じだけの面積広さなんですよ。そうなんですか。埼玉県一つ分耕されずに放置されてるんですよ。大きいですね、それは。いや、日本の電池電波たったって日本の国土面積の中で、うん、まあ日本って山が多いですから、はい、田舎へ旅行に行くと分かりますけれども、見渡す限り、ああ、立派な山だなって、それ別に畑じゃないですから、うん、そう考えた時に、もともとの日本の電池電波たって日本の国土面積に占める割合の中では、そんな日本の国土全部が電池電波たであるわけがないわけで、なのに、その電池電波たのうち埼玉県と同じ面積が今、耕されずに放置されてるんですよ。なんでそうなっちゃったかっていうと、はい、まあ、簡単に言うと、人手不足で、高齢化で耕す人がいなくなっちゃったから放置されてるわけです。もっと早い段階で農業自由化して、今だいぶ農業生産法人で生産が認められるようになりましたけど、それまあ、ちょっと前まではもうそれもダメで、もうそれ、もう10年先に今の農業人口の世代構成見たら、どんどん農業リタイアする人が増えて、休耕田増えて、もう荒れ地になっちゃう畑や田んぼが山ほど出るぞって分かっていたのに、それでもう既得権益擁護のために農水省は動かなかったの。新規参入徹底的に阻止すると。実は私の友人がですね、今から20年前に、この放送業界にいたんですが、突然、農家になるって言ってですね、農家始めたんだけど、10年ぐらい踏ん張ったんですよ。ところが、まあ、まず、農地買えないんですね。農地買うっていうのは、金があったら買えるってもんじゃないんですよ。ね、地元の人たちのいろんなこの同意とかいるわけですよ。で、株式会社って言ったって、そこの株式会社の農業生産法人って、株主比率がこのぐらいで、農業やってる人がこのぐらいでとか、ものすごいいろいろややこしいのがあって、流通もそうなんです。日本の流通もいろんなところにこう抑えられてますから、自由に流通ができない。彼は最後ね、頑張って自分でインターネットで、宅配で自分が育てた建物、はい、食べ物を、うん、毎月例えば5000円で予約していただいた方にはこうやって送りますっていうシステムを構築して、それでも最後ですね、頑張って頑張って頑張って頑張ったんだけど、うん、あまりにも規制が大きすぎて次の年に生産が継続できなくなった、法的なクリアができなくなって生産が継続できなくなったタイミングで、まあ、運も悪かったんですが、農業機械に手を挟まれて、ちょっと指を何本か失う事故が、うん、起こしちゃったこともあって、はいはい、もう10年頑張ったんだけど、もう根を上げてもう無理だって言って、うん、地元の普通のサラリーマンになりました。そうなんです。だからね、農林水産省はね、こういう、何のためにこういう数字を発表するかという以前に、やっぱり埼玉県一つ分の旧の電池電波たが、耕されずに放置されてるっていう現状を、どうしたらなんとかなるんかっていう発想でね、カロリーベースの食料自給率は 30% でしかありませんから、危機に陥ったら皆さん餓死しますよって、そんな話じゃないんだって。だからその辺、日本国民の多くが騙されちゃってるっていうことを、私は声を大にしていきたい。今日最後のズームオンでした。ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのはラジオネーム6月の手は魔術師さん、早見純さん、ミスターカズッチさん、ひまじんさん、ファーファー、吉祥寺さん、マメスケさん、ゴリランさん、長野観音、駿河観音さん、七座の B 型さん、ロックさん、フニョさん、ジョージママさん、プラスチック加工のヒラリーマンさん、以上13人の方からのリクエスト、布施明、君はバラより美しい。素晴ら
この曲作曲がミッキー吉野さんなんですね。そう、本当だ。これいい曲ですね、これ。はい、はい、つい口ずさんじゃいますよ。1979年の曲だそうです、うん、化粧品のねコマーシャルソングでした。ということで、この君はバラより美しいを、うん、あのリスナーの皆さんが増山さやかさんに捧げてくださいました。まあ、本当にありがとうございます。ありがとうございました。お気遣いいただきまして。よいしょしすぎじゃないかじゃあ気分よくね今日は帰らせていただきます。さあ、お聞きの日本放送、この後はそうです、ね、やっぱ人間って褒めるのは大切だよね。けなされるよりかわいい、まあ、足もさんかっこいい、そのハートがついた T シャツ。T シャツかよ褒めるのは T シャツかよ。辛坊さん素敵ですよ。あ、そうすか、はいはい、ではお知らせです。日本放送、この後ショーアップナイターです。東京ドームから巨人対 DeNA 戦、解説谷重元信さん、実況諸岡正夫アナウンサーです。明日の朝6時からの飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターは神奈川大学法学部教授のアジアの国際政治がご専門、大場美恵さん。さらにウクライナの EU 正式加盟決定の可能性につきまして、筑波大学教授でヨーロッパの国際政治がご専門の東野篤子さんにお電話で伺うそうです。午後3時半からは辛坊治郎ズームそこまで言うか、飯田アナウンサー登場になりますのでね。あ、そういえば今日飯田君その辺歩いてたぞ。まあ、飯田君ここの社員だからそんなに歩いてるのそんなには珍しくないですけどね時々歩いてますよ。時々歩いてますか、はいはい。明日はどんなネタを引っ提げてやってきてくれるのか楽しみですね。本当に楽しみですね、うん、でもね、今日選挙公示になりましたから、うん、はい、公示になった後は政治ネタが喋りにくいですから。そうだそうだ、だからもうちょっと総理も封印かな、うん、代わりに誰かな。ここまでの相手は辛坊治郎と増山でした。また明日。